今回のゲストはイタリアン斉藤さんです。どうもチーズ。あー美味しいね。何ですかそれ。クランベリージュースです。ワインじゃないんだ。今日もね、私ね、あのやっぱりね、今日もね、今日私ね、あのやっぱり夜に使える英会話を学びに今日はやってきました。私イタリアンで、イタリアは小さい時に住んでたんだけど、あまりイタリア語ちょっとわからないんだけど、英語覚えてね、女性にかっこよく言える夜の英会話を学びたいんですよ。はい、教えていただけますか。いいよ。チーズ。ちょっと染みてきたね。キャラクターが染みてきたよ。よかったね。よかった。悩んでたもんね。それは裏で悩んでたよ。それで悩んだけど大丈夫だよ。もう大丈夫だ。これ一本で。え？これ一本でいく感じ？そうですね。Yes。Yes。Okay。Yes。今日は学びに行きたい。一つ、いいですか、もう始まっても。いいよ、始めてください。はい。じゃあね、うん、君の瞳に乾杯。これを、イングリッシュで言うとどんな感じなのか、私も使いたいです、それ。使いたいの？使いたいの。いるの？そういう人。いないです。いないかい。これから探します。これから探して見つけたら必ずそれを言います。必ず言う。必ず言う。はい。はい、じゃあ行きます。だからかっこよく伝えてください、私に。 Here's looking at you. Here's looking at you. Here's looking at you. とか Here's looking at you とか、どっちがいい？ん？それなんて高度なテクニックですね、それ。なんかそのまま、そのまま行っちゃうみたいな。あ、それ、ちょ、行きましょう。うん。ヒヒーズ。口、ちょっと。口ダメ。ダメ。あ、最初から言ったら女性に嫌われる。そう、ちょっと嫌な感じ。よし。本当にやそうだね。Looking at you か。Looking at you か。Looking at you。Looking at you の方がいいですね。中がいい？いいよ。どうぞ。Here's looking at you. Here's looking at you. これだとクッと女性はキュンと来ますか？うん、ほんであれやんな。ほんであれやん。シャワー行ってこいやみたいな。あ、つなげて。シャワー行ってこいや。先にシャワー行ってこいや。あれ、なんて言うっけ、それ英語で。私忘れちゃった。Go ahead。あ、でも first言ったかな。Go ahead。 ちょっと変わるかもしれない。まあいいか、まあいいか。あかん。決めたんやろ、全部。決めたんや。女の人見つけて決めたんやろ。決めたんや。ほんで言わなあかん。じゃあ、もう一回じゃあそれやる。あ、せや、先生、ハレイ先生言ったのは、Take a shower first。Take a shower first。つなげて言って。つなげて言って。え、つなげて。うん。ちょっと。Looking at you. Take a shower。Take a shower。First。でもちょっとおかしいな、これ。流れ的に、ひどい時に乾杯でシャワー浴びてこいとおかしいな。早い。反対。反対。展開早い。展開早い。あ、それはやっぱ嫌われますか？嫌われます。ダメね、それ。それダメね。ゆっくり行かないと。男性がグワッと熱くなっちゃうけど、女性はニュースローテンポで好きになるんですよね。めっちゃ詰まれた。出る。熱くなっちゃうから私、憧れてるから、そういう夜の英会話憧れてるからね。熱くなっちゃう、そういう話しちゃったら。そうだよね。じゃあ、君の瞳に乾杯言うて終わりって感じ？その後大丈夫？自分でやっていける？我慢する。我慢する。我慢する。あ、向こうが入るまで。入る？え、でもいつシャワー浴びるっていうのじゃ。いつシャワー浴び、あ、最初シャワー浴びてこいっていつ言うのじゃ。それどうしよう。え？僕は先にシャワー浴びた方がいいですか。浴びた。どっちがいいですか。先にシャワー浴びた方がいいのか、先にシャワー浴びた方がどっちがいいですか、それ。浴びた後やん。そうや、お前浴びた後。いや、違いますよ。だってバスロ
違う、これ私服ですから私のこれで来て、これで帰るから外でもこれですよ。それでもこれこれを着て頑張ります私。ここだってでもそう思う早いね早いそう早いからドキドキしちゃうよ私。リードした方がいいと思う。私がもちろんですよ。リードリード OK 頑張る顔が頑張るよ、うん、いやまあせーの、あの今日やったことをとりあえず言おうかな。はいはい、お願いします。リード何だっけ、ヒアーズやろ。Here's. うん、Here's. 何だっけ。Here's looking at you. はい。はい、よくできました。Cheese.